俺の名前は田中明、都内の高校に通う高校3年生。明、今日マック行こうぜ。うん、いいよ。いわゆる都会っ子だけど、もともとは田舎から引っ越してきた。小さい時、田舎の方に住んでいた頃、俺には幼馴染がいてさ。明くん、遊ぼう。それがこの遥っていうやつ。家が隣でよく遊んでいた。周りがゲームとかで遊ぶ中、俺は遥と一緒にいることが多かった。大人になったら、明くんのお嫁さんになる。おう、いいぜ。そんな可愛らしいやりとりもあったもんだ。そんなある日、女の先生がつけてた指輪が気になってさ。先生、どうしたの明くん。先生ってなんで指輪つけてるの？ああ、これ。これはね、結婚指輪っていうの。結婚指輪？そう、好きな人とずっと離れないための指輪なのよ。へえ、すげえ。そんな話を聞いた俺は、お母さん、結婚指輪買ってくる。え？貯金してたお年玉で、はるかに結婚指輪を買ってやろうと思ったんだ。とりあえず母ちゃんを連れてデパートまで行ってさ。結婚指輪ください。あらあら、好きな人にあげるの？そうだよ、はるかって子。でもどれがいいかな。店員さんに聞いて選んでもらった。その様子があまりに微笑ましかったのか。ん？お金が足りない。いいのよ、サービスしてあげる。本当にありがとう。手持ちのお金よりもちょっと高めのやつを買ったんだ。それをはるかに渡したら、もう喜んじゃって。これすっごく高そう。うん、高かった。でもいいんだ、結婚指輪だからな。ありがとう、嬉しい。あいつ泣いちゃってたな。俺の分までは買えなかったから、指輪ははるかの分だけ。これつけてればずっと一緒なんだぜ、なくすなよ。わかった、絶対外さない、ずっと一緒だよ。そんな約束をした。それからよっぽど嬉しかったのか、あいつったら指輪を見せびらかしちゃって。あきらくんからもらったの。あら、よかったわね。本当にずっとつけてたんだ。でも中学に上がってすぐ、俺は両親の都合で東京に転校することに。わからねえよそんなの。当時の俺たちからしたら、それは一生の別れみたいなもんだった。ずっと待ってるからね、絶対また会おうね。別れ際はそっけなくしてしまった覚えがある。俺もショックだったし、何よりずっと一緒にいるために買ったあの指輪があいつの指にあるのが辛かった。ずっと一緒にいるための指輪なんて嘘だったんだ。そうして遥とは転校以来一度も会えなかった。それから何年も経ち、あきらくんもさ、土日にカラオケ行かない？俺はいいや。行こうよ。東京で俺は高校3年生になっていた。慌ただしい都会の日常、それでもなんだかんだで青春を謳歌していた俺は、遥かや指輪のことなんていつしか忘れていた。でもなんとなくこの生活にずっと違和感があった。なんとなく周りに乗り切れない、微妙にモヤモヤした日々だ。そんなある日、あるニュースが飛び込んできた。遥かちゃんって覚えてるでしょ、あの子今東京の病院にいるんだって。マジで？やばい病気ではないらしいんだけど、一時入院できたらしい。話を聞いた俺は親に勧められて遥かのお見舞いに行くことに。つっても小学以来か、今更会ってもなと俺の足取りは重かった。そして病室に入ると、俺は思わず息を飲んだ。あきらくん。はるか。そこには記憶の中の幼なじみがとても美しく成長していた。あまりにも綺麗で、俺は正直めちゃくちゃ緊張した。受験大変だよね、第一希望は？境内だけど。本当？私も。どぎまぎしながら近況を伝え合うと、俺はあることに気づいた。あれ、お前その指輪。あ、これ。なんと遥の指にはあの時にあげた婚約指輪があるじゃないか。すでに小さくなった指輪を小指にはめたりしながら、なんとかつけてたらしい。まだしてたのかよ。外すわけないじゃん、約束したんだから。そんな風に遥は笑った。あの時のあの笑顔のまんまで。俺は指輪のことなんて、遥のことさえもうほとんど忘れちまっていたのに、こいつはあの約束をずっと覚えていたんだ。それなのに俺はなんて最低な野郎なんだ。とりあえずさ、もうその指輪外せよ、小指でもきついだろ。やだ、思い出の指輪なの。いいから、そのあれだよ、また新しいの買うからさ。いいの？うん、退院したら一緒に見に行こうぜ。ふと気づくと、ずっと悩まされていたモヤモヤは跡形もなく消え去っていた。やれやれだ、また貯金を全部使うことになりそうだ。